Come on, I'll die. Come on.
行くぜ。Aloha. いただきます。ごちそうさま。Thanks very much. さすがハワイの海。いつ見てもせっかくハワイに来たんだし、人を呼びして。いい調子だ。You looking for a meeting? Really pissing me off. 頑張ってきれ。手加減はなしだ。まだ強くなれるだな。
チーム。大丈夫ですか？そこのあなた、水難事故は1秒を争います。わかった。大丈夫なのか？息をしていない。今から心肺蘇生を行います。頑張ってくれ、アンちゃん。先ほどはありがとうございました。さっきのアンちゃんは助かったのか？ええ、今病院から連絡が来ました。正しく処置できたこともあって、命に別状はないとのことです。そうか、そりゃよかった。これも運ぶのを協力してくれたあなたのおかげです。ああ、申し遅れました。僕はレイモンドと言います。このビーチでライフガードをしています。
俺は春日だ。よろしくな。ライフガードってのはライフセーバーとは違うのか？ライフセーバーはボランティアなんです。対してライフセービングを職業にしている人はライフガードと呼ばれるんですよ。なるほど。まあ単純にアメリカではライフガードが多いのだと思っていただければいいですよ。おー、レイモンドちゃん、今日もビーチのパトロールかい？感心感心。こんにちは。今日は少し波が高いのであまり沖へは出ないでくださいね。わかっとるわかっとる。泳ぎが得意だと思ってる人ほど油断するだろう。あら、レイモンド君、今日もいい天気ね。今度またうちの店に食べに来てね。こちらこそ、こないだはごちそうさまでした。またそのうちお伺いしますね。暑いですから水分補給をお忘れなく。随分と親しまれてんだな。あ、すみません、話の途中に。いや、構わねえよ。にしてもすげえ人混みだ。これが毎日だろ？ビーチを監視するのも大変なんじゃねえか？そうなんです。これだけのお客さんに対してはライフガードの数が足りてないのが実情なんです。鍛え抜かれたフィジカルに正義感、命の大切さを知り勇気を持って人命救助ができる、そんな人材を常に募集しているんですけどね。人手不足はなかなか解消できず慢性的な課題なんですよ。ビーチは広いですから、できるだけ多くのスタッフで困ってる人のサポートをしたいのですが。そうなのか。あのよ、もし迷惑でなかったら俺もそのライフガードの仕事手伝うぜ。え、春日さんは？もちろんレイモンドみたいに何でもはできねえから、やれる範囲でって感じだけどさ。俺もこの海を楽しませてもらってるし、その恩返しってわけじゃないけど、困ってる人がいるなら力になりたいからよ。ありがとうございます。そんな風に言ってもらえるなんて嬉しいです。ぜひお願いします。本当に猫の手も借りたいくらいだったので。そりゃよかった。少なくとも猫よりは役に立てるように頑張るよ。で、手伝いって何をすりゃいいんだ？そうですね、いろいろとお手伝いいただきたいことはあるのですが、日差しも強くなってきましたし、熱中症の人がいないかのパトロールですかね。春日さん、今お時間ありますか？そうだな。ああ、ビーチで熱中症の人がいないかパトロールすりゃいいんだな。そうです、この時間は暑いですから、気づかないうちに汗をかいて脱水症状になりやすいんです。楽しく遊んでる途中で急にめまいがして。なるほど、自覚がないパターンもあるのか。そりゃ結構怖いな。ええ、そうなんですよ。なので声かけが大切になります。春日さんには水分補給用のお水をお渡ししますので、熱中症っぽい人や脱水症状の人がいたらその水を飲ませてあげてください。シフト制なので時間が来たら次のスタッフと交代となります。パトロールに熱中して我々が脱水症状になったりしたら笑えないですからね。それは確かにそうだな。ではよろしくお願いいたします。
春日さん、すべて配ってくれたんですね。ああ、結構必要としている人がいたからな。しっかり渡してきたぜ。お疲れ様でした。これは今日のお礼です。そうだ、これもどうぞ。春日さんも水分補給しないと。お、サンキュー。うんまいな。水のありがたさがわかるぜ。しかし少しビーチを回っただけだが、困ってる人は結構いるもんだな。ええ、トラブルの内容も人によってバラバラですから、よく見極めて対応する必要があるんです。命に関わることですからね。でも苦だと思ったことはないんですよ。みんなの笑顔であふれるこのビーチが大好きですし、この仕事にはすごくやりがいを感じています。そうか、どんな仕事でもやりがいがありゃ楽しいもんだよな。でも多くの命を救ってるんだ。すげえ仕事だよ、ライフガードってのは。これからも時間ができたら手伝わせてもらうぜ。ありがとうございます。またいつでもお待ちしています。おっと、今度は僕がパトロールしないといけない時間だ。それでは春日さん、また。やれやれ、忙しいな。それだけやることに対して人が足りないってことか。もっと増えればいいんだろうけど。海を楽しむ人の命を守るか、本当立派だぜ。また今度来た時にレイモンドに声をかけて手伝うとしよう。準備はできてるぞ。わかった。
Gonna regret this. そんなところで何やってんだ？よかった。手紙、無事だった。すまねえ。驚かせるつもりはなかったんだ。物陰で困ってるようだったから、声かけただけで。いえ、気にしないでください。それでは。それではって、おいおい、そんな泥だらけで大丈夫か？お？泥だらけ？全然大丈夫じゃない。
悪かったな。いえ。わかった。ありがとうございます。ああ。わかった。なあ、なあ、はい。
すみませんでした。はい、ありがとうよ。なあ。ん？ありがとうよ。なあ。ん？ありがとうよ。なあ。ん？ありがとうよ。おう。ん？ああ。おう。おう、間に合ったようだな。連れてきてやったぞ。ありがとうございます。田辺くん、その私、田辺くんのことがずっと前から好きでした。付き合ってもらえませんか？浜辺さん。はい、よろしくお願いします。青春だな。実は僕もアロハビーチのおまじないのこと聞いて手紙持ってたんだ。え？でも浜辺さんはビーチにいなかったし、逆に僕が砂埋め遊びに巻き込まれちゃって、これじゃ浜辺さんに渡せないなって。それ欲しいな。でも私ばっかり渡すのなんかずるい。だからそれちょうだい。うん。本当に何書いてるのか分かんないね。でも嬉しい。泥だらけの手紙、大事にするね。浜辺さん。あれ、そういえばなんで浜辺さんはこのおじさんに手紙を渡したの？直接くれたらよかったのに。実は私もこの手紙みたいに泥だらけになっちゃって、でもどうしてもここで渡したいから春日さんにピンチヒッターになってもらったの。泥だらけのまま田辺くんに告白なんてできないし。それじゃあ僕の手紙と同じだったんだね。そうかもね。春日さん。
ありがとうございました。これ、今日のお礼です。せっかくの縁なんだ。仲良くやるよ、お二人さん。はい。しかし、アロハビーチのおまじないか。おめえらがうまくいったことで、またここで手紙を渡すやつが増えそうだな。そうですね。ちょっと照れくさいですが、でも絶対にご利益パワーありますよ。春日さんも気になる人がいたらどうですか。ここで手紙を渡しては効果てきめんですよ。そうだな、考えてみるよ。よく考えたら、うまくいきたい相手に埋まっていてもらわないといけないのか。さっちゃんに埋まってもらって、いや絶対無理だな。気合い入れるか。
度胸だけは勝ち調子だぜ。準備はできてるぞ。いちいちうるせえな。ちょっとくらいいいだろ。せっかく遊びに来てんだから好きにさせれ。ルールはルール。ビーチでの飲酒は禁止だし、バカ騒ぎは他の人の迷惑になるから。分かった、うるせえな。たぶん、しらけちまった。行こうぜ。ちょっと待てよ。ああ、忘れ物だぜ。なんだてめえ、喧嘩売ってんのか。いいや、俺はただ落とし物を持ち主に返しただけだ。人として当たり前だろ。分かったらそれ持ってさっさと帰んな。あと、ここで楽しんでる人に迷惑かけるような真似すんじゃねえぞ。ちっ、あの、すみません、助け船出してもらっちゃって。気にすんなって。結構いるのか、ああいう連中は。まあそうですね、これだけ毎日人が来るので一定数はどうしても。彼らは最近よく来ては迷惑をかけるようなことばかりして、正直困っているんです。お金のある旅行客のようなんですが、いつか他のマナーを守って楽しんでいる人にまで危害を加えたりしないかと心配で。そうなのか。って勝手に心配だけしてても仕方ないですね。こうしている間にもビーチで困っている人がきっといます。今日は朝から一段とお客さんが多いですし。ライフガードの仕事、今日も手伝うぜ。ありがとうございます。とても助かります。またパトロールしながら水配ったりとか。そうですね。今日は、あの、ん？あの、すみません。うちの娘を見ませんでしたか。娘？迷子ですか。あ、はい。スマホに気を取られていた少しの間にいなくなってしまって。わかりました。僕たちで探します。娘さんの特徴を教えてもらってもいいですか。娘はエミーといって、赤い水着に青いリボンのついた麦わら帽子をかぶっている6歳の女の子です。そんなに遠くには行っていないと思うのですが。赤い水着に青いリボンのついた麦わら帽子だな。お母さんは元いた場所にいてあげてください。もしかしたら戻ってくるかもしれないので。わかりました。すみませんが、よろしくお願いいたします。今日の仕事は迷子探しだな。ですね。エミーちゃんも心細くなっているかもしれませんし、早く探してあげましょう。僕は向こうを見てきます。おう、じゃあ俺はこっちを探すぜ。また後でな。
おう。なあ。なあ。なあ。え？あ。おう。
じゃ。なあ、任せとけ。そう。はい。へえ。うん。はい。ほう。ありがとうよ。それでは。準備はできてるぞ。
いただきます。ごちそうさま。ありがとう。Aloha. Thank you. おかサーファー乗ってみませんか。会員登録も今なら無料ですよ。あのおかサーファー登録無料お試し乗車キャンペーン中です。いかがでしょう。おかサーファー、あんな欠陥品乗るわけねえだろ。もう欠陥品じゃないんです、お願いします。はあ、誰も乗ってくれない私のオカサーファー。オカサーファー。お兄さん、オカサーファー試してみませんか。今試乗キャンペーン中なんですよ。会員登録も無料、お得ですよ。どうですどうです。まず聞いていいか、そのオカサーファーとかいうのは一体何なんだ。え、オカサーファーを知らないんですか。ということは炎上事件のことも知らない。炎上事件。ああいいんです、知らないならそれで。私オカサーファーの開発者のオカと申します。ああ、俺は春日一番だ。春日さんですね。この度は私の話を聞いてくださってありがとうございます。ではこちら私岡が20年の月日をかけて開発した電動移動マシーン岡サーファーです。ほう、乗り物なのか。不思議な形だな。はい、これは昨今流行りの電動キックボードや電動自転車とは全く異なる設計思想で作られています。キックボードや自転車は自分で蹴ったり漕いだりせにゃなりませんが、これは何もしなくていい。乗っかってるだけで一切足を動かさずに進むことができる最強の楽ちん移動マシンなのです。へえ、そいつはすげえじゃねえか。でもなんでそんなマシンがこんなに見向きもされねえんだい。実は以前ちょっとした失敗がありまして。失敗？さっき言った炎上事件ってやつですね。ちょっとばかり炎上しちゃいまして。炎上？はあ、俺あんまりそういうの詳しくないんだが、もしかしてネットで変なこと書いちゃったとかそういうやつか。ああいや、ネットも当然炎上しまくったんですが、実際にも炎上しまくっちゃったんですよ。というと？そのちょっとばかり不具合がありまして、ちょっとばかり走ると爆発しちゃったりして。マジの炎上じゃねえか。いやはやお恥ずかしい。でもですね、それは過去の話なのです。あの後私は深く反省し、自ら試乗実験とバグ修正を繰り返しました。そのトライアンドエラー数なんと5億回です。うまくいかないこともたくさんあり、何度も傷を負いましたが、その甲斐もあり今のオカサーファーは不具合ゼロ。
安全安心の最高の乗り物になったんです。ですが、一度ついた悪いイメージは拭えず、結果的に誰も乗ってくれないんですよ。今のオカサーファーには絶対の自信があるのに、一度乗ってもらえば良さが分かると思うんですが。なるほどな、そういう事情だったのか。まあその傷を見れば、あんたが体張って頑張ってきたって熱意は伝わってくるよ。それで、あの、もしお時間があれば試乗してみません？ここまで話を聞いてくれたのは春日さんが初めてです。絶対満足してもらえると思うのでね。本当にもう爆発しねえんだよな。はい、この傷に誓って。わかったよ、物は試しだ。乗ってみよう。やった、ありがとうございます。では早速やってみましょう。ライドオン。歩くより速いな。なかなか快適じゃねえか。ひゅー、いいねいいね。お疲れ様でした。いかがでしたか、オカサーファー。正直思っていたより全然良かったよ。歩くより楽だし速いし便利だな。ありがとうございます。その言葉が聞きたかったんです。おいおい、こいつらオカサーファーになんか乗ってるぜ。ダセえな、流行らねえんだよそんな欠陥品。なんなんですかあなたたちは。確かに以前のオカサーファーは欠陥品でした。でも今のオカサーファーは違うんです。そんなの信じられるかよ。こんなガラクタぶっ壊してやるよ。いや、やめてください。あ、なんだてめえ。オカサーファーに乗ったもんだ。俺はこれ結構気に入ってたな。会員登録してもいいかなと思ってんだ。だからおめえらに傷とかつけられたくねえんだ。それに文句は乗ってから言ったらどうだ。てめえ調子に乗りやがって。オカサーファーとまとめてぶっ壊してやるよ。
調子もいい。さっさと始めようぜ。調子出てきたぞ。ごめん。ぶつかま。手加減はなしだ。痛めつけて。ボンベ。うわ。ガンガン行くぜ。どうした。ほら。うわ。ありゃ。おお。ぶちかま。勝負あったな。一本出来じゃねえか。悪くない気分だぜ。春日さん、お怪我はありませんか？オカサーファーのために申し訳ありません。なーに、俺がこいつら気に食わなかっただけだよ。それよりオカサーファーは大丈夫か？何度か蹴られちゃいましたが、多分大丈夫だとは思います。でも念のため、これは私が持ち帰ります。もし今ので壊れていてまた炎上でもしたら、今度こそおしまいですからね。そうだな。それで、さっき会員登録してもいいとおっしゃってましたけど、あれは本当でしょうか？なあ、気に入ったし、今なら登録料無料なんだろ。困ってるみてえだし登録するよ。ありがとうございます。本当に嬉しいです。で、登録するといつでもこれに乗れるようになるのか？はい、オカサーファーへの乗車が禁止されているところを除けば基本的にいつでも乗ることができます。ただオカサーファーは電気で動くので、ある程度走るとバッテリーの充電が必要です。充電はハワイに数箇所設置されているオカチャージャーにて行っていただけます。充電には料金がかかってしまいますが、まとめてたくさん充電した方がお得になっています。オカチャージャーでは充電の他にも見た目や機能のカスタマイズもできるので、ご活用ください。了解。ハワイは広いから移動が大変になりそうだと思ってたんだ。使わせてもらうよ。ありがとうございます。私も春日さんに満足いただけるように、どんどんサービスを拡張していこうと思います。それでは失礼しますね。なあ、気をつけてな。はい、春日さんもお元気で。爆発すると直しておきますので、安心してお乗りくださいね。乗るか。
What are you looking at? Really pissing me off. かかってきやがれ。ガンガン行くぜ。ほら。俺の番か。またおいで。いらっしゃい。編集できるよ。これでどうだ？マッチしたぜ！
振り向かせてみせるぜ。よっしゃ、いい反応だ。ねえ、なんて改装か。これだ。そうだな、やったぜ。よろしくね。そうだな、よし。もらえたみたいだ。サービスね。なんとまあ。なんて改装か。やったぜ。いやよっしゃ、いい反応だ。どうかな。ここはスタンプだ。
ありがとね。よし、全力でアピールだ。そうだな。よし、いいぞ。やったぜ。いいぞ。よし、頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。いい調子だ。後悔するなよ。ガンガン行くぜ。俺の番、手数がいるな。行くぜ。雨か。叩き潰す手数がいるな。シュートに行くぞ。
ガンガン行くぜ。俺の番か。よし、状況だけは買ってやるよ。やあ。おお。はい。
ありがとうございます。さっさと始めようぜ。行くぜ。やんのかい。ぶちかま。What you looking at? Time to teach you a lesson. What the hell? Come to me, you can dance.準備はできてるぜ。
いつでもやれるぜ。砂山の中にこんなものがあると。金を奪われちまった。こういうことがあるなら ATM に金預けておいてもいいかもな。とりあえずさっさと始めようぜ。俺の番か。
体が足りない。ようライフガードさん、また遊びに来たぜ。そろそろ俺らも帰らないといけなくなっちまってさ。でもせっかくのハワイ旅行だし、心残りがあるのは嫌じゃん。だから最後にパーッとこのビーチで楽しんでやろうと思ってさ、友達をたくさん連れてきたんだよ。友達？本当はもっと遊びたかったんだけど、あんたに邪魔ばっかりされたからよ。邪魔って、あなたたちが迷惑なことばかりするからでしょ。うるせえんだよ。何がマナーだ、勝手にルール押し付けやがって。こっちは高い金払ってここまで来てんだ。ホテルやその辺の店にだって金落としてやってんだよ。ビーチくらい好きに遊ばせろや。そんな無茶苦茶な。ってわけだから、今日はまずてめえをぶっ飛ばすところから楽しませてもらおうかな。ちょっと待ちない。あ？か、春日さん。なんだよ、この間の爆発頭か。お前もこいつと同じライフガードなのか。まあな、つっても本業ってわけじゃねえから、ライフガードの手伝いって感じだけどよ。今日も一仕事しに来たところだ。大変なんだぜ、ライフガードって。熱中症の人や溺れてる人助けたり、ゴミとか掃除したりな。な、話聞いてねえよ。部外者が口挟んでくんじゃねえ、消えろ。いや、そうはいかねえ。さっき言っただろ、俺はゴミ掃除しに来たんだよ。ちょうど目の前にでけえゴミがあるようだしな。お前、俺らをゴミだって言いてえのか。自覚があるなら掃除される前に立ち去りな。マナーも守れないお前らはこのビーチじゃゴミ以下だぜ。だと？気が変わった。お前ら、レイモンドは後だ。先にこのクソ野郎ぶっ殺すぞ。地獄に送ってやんよ。さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。俺の番か。今日だけは勝ってやるよ。
よし、上昇上昇。これに懲りたらもう迷惑かけるようなことはやめるんだな。いいぞライフガード。マナーを守れない奴らは出ていけ。くそ。いやすっきりしました。あいつら来るたびにバカ騒ぎしてすごく嫌だったんです。みんなのビーチなんだから気持ちよく遊びたいものね。本当にありがとう。いや、そんな大層なことはしてねえよ。それに礼ならいつもアルファビーチを守ってるこのライフガードに言ってやってくれ。みんな楽しく安全にビーチを使ってほしいっていつも言いながらパトロールしてくれてるんだ。ええ、知ってますよ。いつも本当にありがとうね。あなたたちがいるから安心して楽しめるのよね。これからもよろしくお願いしますね、ライフガードさん。はい。それじゃあね。ありがとうございました、春日さん。僕一人ならきっとボコボコにされていました。気にすんな。あんたらライフガードが守ってるビーチで好き勝手されるのが気に食わなかっただけさ。これは今回のというよりも僕の気持ちです。これまでもたくさん手伝って支えてくれて本当にありがとうございました。ありがとうな。ここしばらくライフガードの手伝いをしていろいろ勉強になったよ。楽しいところでも困ってる人ってのはたくさんいる。その人たちを陰から助けて観光地を支えているのは本当に大変だし、マジで立派な仕事だ。春日さん、そう言ってもらえて嬉しいです。ライフガードって地味だし、万年人手不足だし、内容は結構ハードだし、簡単なタスクではありません。でもここで笑っている人たちの顔を見ると元気が出るし、守っていきたいって思うんですよ。僕もそうしてもらったように。そういえばレイモンドも昔はライフガードに助けてもらったんだったな。なあ、覚えててくれたんですね。そのことなんですが、実は先日。先輩。ん？向こうのパトロール完了しました。異常なしです。そうか、お疲れ様。じゃあ次の交代まで待機所でゆっくり休んでくれ。なあ、冷蔵庫に飲み物が入っているから飲んでね。はい、ありがとうございます。では失礼します。初めて見る顔だな。レイモンドのことを先輩って言ってたけど、新入りか？ええ、先日から働き始めてくれた新人のライフガードです。彼実は何年か前にこの海で溺れかけていたのを僕が助けた子なんですよ。え？その時のことを覚えてくれていたみたいで、ライフガードに志願してここへ配属になったんです。へえ、どこかで聞いたことあるような話だな。そうですね。別に恩を売りたくてしていることではないですが、正直嬉しかったです。僕が助けた子がそれをきっかけに一緒にビーチの人たちを守る側の人になりたいって思ってくれたこと。あの新人ライフガード君からしたらレイモンドはヒーローだもんね。そんな大げさなものではないですけど、でも失望されないようにこれまで以上に立派に振る舞わないと。何しろ僕はこの海のライフガードなんですからね。あんたみたいな人がいる限りこの海は大丈夫だと思うぜ。きっと頼もしいライフガードも増える。俺はここにずっといられるわけじゃないけど、この海のためにできることがあったらこれからもサポートしたいって思った。せっかく綺麗なビーチなんだ。マナー守って楽しく使わないともったいないもんな。
そうですね。それでは共にこの楽しくて素敵な海を守っていきましょう。ああ、いたたたた、足をくじいてしまった。お、困っている人の声が。ちょっと僕行ってきますね。おう、頑張れよ。ライフガードか、まさにビーチの守護神だな。頼もしい存在だが、まずはビーチを使う俺らがマナーを守ってトラブルを起こさないようにするのが大事だよな。これからもこのビーチをよろしく頼むぜ、レイモンド。回復だ。
これで俺の番か。叩き潰す。すまねえ。行くぜ。Aloha. いただきます。いただき。ごちそうさま。Thank you。なんだ。いらっしゃい。
ありがとうよ。ありがとうよ。じゃあね。They'll send you home. 後悔するなよ。ぶちかま。行くぜ。ついてこれ。調子だぜ。
What are you looking at? You better remember me, Kakasuke! Gangan ikute! Ikute! Yoshi! Tokyo dake wa katsu yaru yo. Mada tsuyoku nareru da na. プロフィールを編集できるよ。これでどうだ？マッチしたぜ！よし、目指すはデートだ。よろしく。相性いいね。よっしゃ、いい反応だ。そうだな。これにしよう。なんて返そうか。やったぜ。面白い。喜んでもらえたみたいだ。はい、どうぞ。これはなかなか。ねえ、なんて返そうか。これだ。そうだな。いいぞ。いいね。
なんて改装か。これだ。そうだな。相性いいね。喜んでもらえたみたいだ。はい、どうぞ。まずいだろうこれ。ここはスタンプだ。意味わかんない。ミスったな。ありがとう。よし、全力でアピールだ。よし。よし。いいぞ。やったぜ。楽しみだな。遅かったの。じいさんじゃねえか。いい調子だ。